選手紹介をしたいと思います。イエーイ。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、こんにちは。ですね、あ、なんかこれ今日、ママなの本当はこれだから詳しいお店はわからないんです。で、中に来てるのはヒートテックです。見えてる、これ。もう本当びっくりした、自分でも。ユニクロです、これは。紹介します、ヒートテックはユニクロです。で、この丸メガネが GU の丸メガネです。で、この黒のシニーはアズールです。でさ、茶色のニットの欲しくて買ったら超可愛かったの、ママのだけど。以上です。はい、カナです。カナの今日の服はマウジー。まずこのグレーのやつがマウジー。可愛い、それなんかあれ羊みたい。羊がお洋服なんかレモフォンがしてんの。これね、お母さんと一緒に着てる。お母さんと共有の服みたいな。ああ、だから何着かあって、それの一つ、お母さんと共有中。そう。でまあこれは相変わらずの GU のスキニーパンツでしょ。お帽子は GU で買いました。そう、モコモコしてて、なんか今の時期やっぱモコモコね、可愛いと思うのでチェックしてみてください。はい、こんな感じです。以上です。はい、ということで今回は私服紹介してきました。はい、まあ、いつも通り相変わらずマイペースな感じで紹介させてもらいました。お手本かわいい、なんかちょっとお手本になりそうなものがあったらぜひお手本にしてみてください。はい、じゃあチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあまたね、バイバーイ。